いた。おしさんたち、たがりさんだね。ほら、ここはどうかな。うりうり、足裏ザコザコだね。痛みに弱々なのかな。いってー、なんなんだよこれ。痛くて痛くて声が。出しちゃえ出しちゃえ、我慢しなくていいんだよ。なんでこんなに、なんでこんなに痛いんですか。体も動きません。点血をついてるからね。生き物、物質、すべてに通ずる急所みたいなもののことだよ。私、戦うときここを狙って相手を動けなくしたり、一撃でほふったりしてるんだ。今回はマッサージ目的だから、全然危なくないよ。終わるまで逃がさない。やっぱ横取り根に持ってるんじゃ。あれ?でも、だんだん気持ちよくなってきた、ような。凝りが取れてきた証拠。でも団長、つよつよおしさん、声出さないんだね。痛みにつよつよおしさんだ。やっぱ尊敬しちゃうな。っていうか、お前一人でオイラたち三人にどうやって同時にマッサージを。お前、なんか増えてねえか。気合い。そっか。眠っちゃわないうちに、その、チチリちゃん、姿勢と霊老杯についてお聞きしたいんですが。姿勢はね、師匠に認められた空の民って感じかな。体に星章が生えてるのがその証。姿勢には生まれつき生えてくるものなんだ。ふぅ、不思議だな。師匠ってのは朱雀たちのことか。そうそう、朱雀、青龍、白虎、玄武、それらを私らは師匠と呼んでるの。師匠は何度でも蘇る。蘇れば蘇るほど力をより大きくして、やがて最悪になっちゃう。今の朱雀のようにね。それで朱雀たちは何度も蘇ってどんどん強くなってたんですね。どうすればいいんだ。打つ手なしじゃねえか。そこで姿勢である私の出番。おお、じゃあお前だったら蘇りを止めることが。無理。無理なのかよ。思わせぶりなこと言うなって。にへへ。でもまあ近しいこと。終わらせることはできなくても、朱雀の力を鎮めることができるんだ。根本的な解決にはならないけれどね。まあマシって感じ。どんどん強くなった師匠の力を一回リセットするためには、姿勢が師匠を倒す必要があるのか。そうそう、私以外にもあと3人いるんだよ、姿勢。みんな超いい子だよ。癖強強だけどね。お前より。てい、ザコザコおしさん、ほんとに痛みに弱々だね。ザコザコだね。かわいい。って、だせんだせん。要はね、姿勢は師匠を鎮めるのがお役目の人ってこと。
1000年以上も前から姿勢はいるんだ。そんなに昔からですか？でも聞いたことないような。痛いとこつくね。今痛いところついてるのは私なんだけど。うまいこと言ってんじゃねえ。聞いたことないのは当然かな。だってもう何百年も姿勢はさ、私含めてみんなお役目を果たせてないんだから。どうしてですか？いろいろあるんだ。みんなさ、霊老杯あったでしょ。あれを最後に供養して師匠の鎮静化のお役目は終わるの。あの玉ころそんな重要なものだったのか。本当ならね、姿勢の私らしか手に入らないはずなんだけど。どういうわけか、つよつよお医さんが手に入れちゃった。それはきっととってもすごいことなんだよ。きっとスザクが認めたんだ、私じゃなくて。すごいよつよつよお医さん。つまりこれがあればスザクの力を沈められるんですよね。うん。お？そっか、もうお役目果たせるね。ラッキー。いや、おじじとご先祖たちの悲願がこんな簡単に。なんだかズルしてるような。ねえ、でもお師さんたちの提案だし、悩んでる暇はないってやつだね。いざお覚悟、ザコザコスザクちゃん。寝てる余裕なんてなかったってのに。なんだこりゃ。おいら体がめちゃくちゃ軽いぞ。あ、私もです。なんだか自分の体じゃないみたい。足も腕も軽いです。どうかな、すっごー楽になったでしょ。すげえ。おいら最後までマジで横取りの恨みつらみで攻撃されてんのかと思ってたぞ。誤解。まったく根に持ってないよ。もう一度土下座で誠意を示すしか。土下座はもういいからやめろって。そう？じゃあお礼も終わったことだし、次は私の。チチリちゃんや、マッサージは終わったのかい？もう待ちくたびれたよ。早く私たちにもしておくれ。うわっ、ちょ、みんな、今はまだお師さんたちが大人気ですね、チチリちゃん。
これだけすごいマッサージなら人気になるのもうなずけるぜ。いや、でも、何か急ぎのお話があったりとか？なんでもない。じゃあおしさんたち待っててね。ちちりちゃん大丈夫でしょうか？